今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は高知県大豊町の杉の大杉にやってきました。ここが第一駐車場で第三駐車場までありましたね。とても広いです。ここにお店があるんですが、土日祝日のみの営業です。ここに書いてますが、日本一の大杉。入場料200円。はい、前無料だったんですけどね。でもこれだいぶくたびれてるからここですね。この券売所のところが第二駐車場でした。で、この境内の中に日本一の大杉、はい、ここにパンフレットありますが、樹齢3000年。これが上手ですね。はい。で、これもかなりの巨木ですが、あそこですね、大杉は。杉の大杉。これ説明があります。この杉は樹齢3000年以上とも言われ、二株が根元で合着している。南の杉が根回り20メートル、北の杉が根回り 16.5メートル。特別史跡、名勝、天然記念物、これですごいですよね。特別天然記念物杉の大杉。じゃあおばいってください。怖がっています。屋久島の縄文杉にも負けてないですよ。ぐるりと一周できます。いやあ、んまり息回るのやめようよ。はいはい。スズメバチが怖いオーバー。大丈夫でしょう。攻撃しなきゃ攻撃してこないんだから。では八坂神社に参拝します。そっちですね。拙者に参拝しております。ここにあるのが日本一の自然石恵比寿。声を出して願い事を申し上げご参拝ください。御利益があります。
これですね、地前石のエビシス様。どれぐらいですかね、60センチ70センチぐらいでしょうか。本当にね、自然石とは思えないような。参拝終わりましたので、それでは戻ります。これは必見ですよね。手軽にこの車で来られるので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。美空ひばりの日とかがあるはずですが、どこでしょうか。神社のとこから坂道をちょっと上がりました。ここに美空ひばりの日が、これですね。お、こんな立派なんよ。家碑ちゃんと写真で、あ、これは著作権的にどうか分かりませんが、まあ押してみてください。悲しき口笛、どれをします。龍馬残影ですね、それですね。これ、あ、やっぱり一番左の川の流れのようにですね。今からおばあが歌います。あ、ここあるのは川の流れのようにでしたよ。まあやっぱり世代的にこれだよね。私はあそれですか、歌いません。ああ秋元ですよね。 AKB 大豊町観光案内、杉の大杉、これですね。で今から道の駅大杉に行きます。ユトリストパーク、これ前行きましたね。で今日はこの後田治川番所行きます。これ前行きましたね、ブラック寺。はい、今度これ行きます、ラフティング。おじいが一人で乗ってる、ね、勝手に行けこれ止まりましたね、梶川森。トイレとても綺麗です。しかも温水便座、素晴らしい。道の駅大杉にやってきました。これが国道32号線です。でさっきこの坂道の上にある杉の大杉を見てきました。でここは駐車場これぐらいしかない比較的ちっちゃな道の駅です。道の駅大杉、建物これです。こんにちは。大豊町で作られたブルーベリー果実を 100% 使用したワイン、ポク。これはブルーベリーのお酢だそうです。豊永のこんにゃく、でこの辺りってお酒といいますか、お米を作ってましてね、天空の里、それから作ったお酒ですね。これこのお米って日本一になったんですよね。なかなか美味しい。ではまだ12時前ですが、お昼にしたいと思います。はい、冷やし田治川そばですね。おじいそれ、はい、私もそれ、はい、それ2つね。田治川そばっていうおそば、この地元のおそばなんですが、太くてですね、あの 100% そば粉で作ってるんで、ブチブチ切れるんですよね。おそばというよりなんかお餅というかそばがきですよね。はい、で半ちゃんセットなんていうのもありますが、単品にしました。であったかいのはこれですね、立川そば。でも今日は暑いんで、はい、
で、その他うどんとかこういう湿疹肉うどんとかもあります。ソフトクリーム400円、ブルーベリーアイス、あ、これいいね、これ買ってみようかな。あ、ここにワインの説明ありました。360ml で1900円です。これが味川そばです。わさびといってこう太くて短い味川そば、ではいただきます。もちもち、普通のお蕎麦と思ったらびっくりしますね、食感が全然違います。本当にこうお餅を食べてるような食感です。これがこの辺りの地元のグルメですね。これはこれで美味しいですよ。どうですか、おば。美味しいです。このもちもち食感がたまりません。